鹿島アントラーズ筑波アカデミーセンターは、茨城県筑波市緑の中央にある J リーグ鹿島アントラーズ所有のアカデミー専用サッカーグラウンドである。2011年4月2日に、コケラ落とし、翌4月3日にオープン。鹿島アントラーズの株組織である筑波ジュニアユース、筑波ジュニア、クリニックコース筑波校の活動拠点として整備された。株組織の試合会場にも使用される。 カシマアントラーズでは、茨城県内での選手育成拠点として、日立市と筑波市に注目していたが、首都圏新都市鉄道筑波エクスプレスの開通により、同線の沿線エリアで子供の数が増加していることから、サッカー人口を増やせる見込みがあるとして開設された。そして緑の駅前に2万平方メートルの土地を取得し、2011年4月にサッカーグラウンド一面と、 フットサルコート3面がオープンすることが、つくばスタイルに紹介された。鹿島アントラーズクラブハウスグラウンドで実施している、鹿島アントラーズフットサルクラブと同様に、地域の交流拠点を目的として運営されている、フットサルクラブである。アカデミーセンター内にある、フットサルコートの一般開放のほか、年間リーグやイベント大会も、積極的に実施している。ありがとうございます。